ソミョンスク理事長はサンティアゴ巡礼の道を歩く途中決心をしました。そして2007年から425キロに達するチェジュの道をつなげました。その後チェジュオルレは様々な分野で成果を上げ成長してきました。チェジュオルレは歩く人が幸せな道、地域住民と道を出してくれた自然がみんな幸せな道を目標とし、歩きながら休みながら遊びながら一緒に歩む道です。昔の人々が歩いた道をつなぎ、チェジュの石と木を活用して標識を作り、環境への影響を最小限にとどめました。チェジュオルレはいろんなものを変えていきます。オルレができる前にチェジュに来る人々は乗り物に乗って観光していました。しかしチェジュオルレはチェジュをより感じ、より楽しむ本物の旅ができるようにしてくれました。このようにチェジュ旅行のトレンドを変えてくれたのはチェジュオルレのスローの美学でした。そして今まで100余りの村と地域住民、オルレ君とカンポシャクラブ、ボランティア、そして後援者と友達企業まで、たくさんの方々のオルレに対する愛があったからです。オルレが変えたのはこれだけではありません。旅行者たちがオルレコースを歩くことにより、地域経済が活性化され、在来市場の売り上げが増加しました。オルレコースの周辺ではオルレ君向けのお店が増え、バスの利用客は 500% も増加することになりました。またチェジュオルレコースが通る村と企業をつなぐ一社一オルレの事業も活発に取り組んでおります。チェジュオルレは世界各国のトレイルと交流しながら、哲学と価値を世界の人々と共有します。チェジュオルレはそっくりな姉妹の道もあります。国境を越えて日本の九州、宮城、モンゴルでもチェジュオルレとそっくりな道を歩くことができます。チェジュオルレが道を作り磨き上げ、今まで積んできたノウハウを伝授して生まれた姉妹の道。アメリカ、カナダ、オーストラリア、スイスなど11カ国の世界のトレイルと一緒に歩む友情の道。全世界のトレイル団体が情報交換するネットワークの WTN まで、チェジュオルレから始まった風に乗って世界をゆっくり歩いてみてはどうでしょうか。チェジュオルレを最も特別に楽しむ時間、チェジュオルレウォーキングフェスティバルは、全世界の1万人以上の旅行者たちが参加するチェジュ最大規模のフェスティバルになりました。全世界のオルレ君と1000人のボランティア、そして地域住民たちの足跡がチェジュオルレの歴史を作っています。今からチェジュオルレは100年の道に向かっていきます。社団法人チェジュオルレは個人と企業の後援金、記念品の収益で運営され、10社余りの友達企業と一緒にチェジュオルレを作っています。このように皆さんのおかげで2016年旅行者センターをオープンしました。オルレ君とチェジュ道民の皆さんがここでチェジュオルレの現在と未来を夢見ます。チェジュオルレ、最初は点を線につなぎ、チェジュオルレの道をつなぎ、これからの100年、線を面に埋めていくチェジュオルレの旅程はまだまだ続きます。チェジュオルレと一緒に歩いてきた日々、一緒に歩いていくこれからの100年、歩きながら休みながら遊びながら一緒にする価値、一緒に作り一緒に歩きます。